アネマスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、コバです。今日はですね、久しぶりのエイジング動画を撮ろうかなと思います。ブラックのホースのクライドとジョージアは、この2つは紹介したと思うんですけど、このね、今着てるネイビーをそういえば紹介してなかったなと思って、まあ先日入荷してきたっていうのもありますし、この前の動画でもお伝えしたように、インスタでね、サンセットベイエイジングっていうハッシュタグをつけて投稿してもらって、ぜひね、エイジング、お客様の、サンセットベイのエイジングもこのね動画で紹介したいなということで、まあ、こんな感じで紹介しますよっていうのを兼ねて、ぜひ見ていただければなと思います。はい、それでは、早速ですが、シワの感じだったりとかね、見ていきましょう。はい、では見ていきましょうか、革ジャンの方を。まあやっぱりこのね、顔料仕上げならでは、こういう細かいシワね、入り方だったりとか、この波打つような、まあ馬側とのこう組み合わせが最高な腕のシワ、ボコ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 とね、多分経年変化で言ったら一番こう迫力があるダイナミックな経年変化をするんじゃないかなと思います、このネイビーの革がね。でこのツヤの感じだったりとか、これも染料仕上げとはまた異なる雰囲気をね出してくれる、このネイビーならではの仕様ですね。背中もね、なんかこうやって見るとこう硬いって言った割には意外とね、こうやってシワも入ってくるから、こんな感じですね。この襟のところなんかも最初はね、結構こうやって内側に入ってるんですけど、だんだんとこう広がってきて、ちょっとね緩やかにカーブしてくるような感じになります。こうなってくればね、襟元がちょっと馴染んでくると行われた感じが出てきて、いいんじゃないでしょうか。結構ね、最初のうちはなんかこうこんなグーグーとかやったりして馴染ませたり、まあこうやって手でも見ながらね、もうなんか最近っていうか、革ジャン着るようになってからこうやってこうやるのが割となんか癖になってきちゃったんですけど、ここをね、腕で柔らかくしたりとか、この裾をね揉んでみたりだったりとか、結構やりがちなんですけど、はい、こんな感じです。ちょっと平置きにしておいてみましょうか。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、経年変化のね、具合が、シワがとか、パッカリングがとかね、ちょっとね、今回結構寄り目で撮った、ものもあるので、割とね、映像でも伝わったんじゃないかなと思います。まあ、あとは実際にね、お客様が来てみていただいて、こういう風に変わってくんだとかね、細かいとこ、その人でしかこう出ない癖みたいなね、経年変化もあると思いますので、ぜひサンセットベイの革ジャンもね、そういう経年変化の面でも楽しんでもらえたらなと思います。はい、もちろんホースハイド以外でも、まあカウハイド、あとはカーフ、ナタリーカーフだったりとか、シープ、そしてね、ディアスキンだったりとか、二方ねあって、それぞれでやっぱちょっとね、経年の具合もね違ったりするので、同じモデルとかでも革が違うとね、経年の具合も違ったり、着た感じの雰囲気も全然違ってくるので、試してもらえればなと思います。はい、でまあ夏ね、暑いからね、革ジャン着れないよっていう方は、まあ家でねこう保管しつつ、たまにこう換気がてら革を揉んで柔らかくするとか、冷房の効いた部屋でちょっと着てみてね、革を馴染ませておくとか、そういうのに
こう時間を使ういい時期でもあるかなと思います。でまあそういった楽しみ方でもねいいんじゃないでしょうか。あとはですね、まあ、カビが生えちゃうのが怖いとか、湿気がね、梅雨になると湿気がすごいですから、カビが心配っていう方なんかは、まあ、アネモスコープでお預かりサービスっていうのもやってます。ストレージ&クリーニングっていうのもやってますので、まあ、そっちもね、オンラインストアに、まあ、概要欄に貼っておきますので、リンクを。あ、こんなのもやってるんだっていうのをね、見てもらえればと思います。はい。それでは、アネモスコープのコバでした。チャンネル登録と、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた。